1884年、ピンカートン探偵社の警備員たちは、オハイオ州ブックテルのスト破りを護衛した。ピンカートン探偵社のロゴ探偵が、ザーアイと呼ばれるようになったきっかけとされる、ピンカートン探偵社は、アメリカ合衆国の私立探偵社、警備会社。スウェーデンの警備会社、セキュリタス AB のアメリカ法人。 セキュリタス・セキュリティ・サービス・ USA として現存し、その政府部門は今なおピンカートン・ガバメント・サービスと呼ばれている。新編警護から軍の受け負いまで手広く営業した。最盛期にはアメリカ陸軍の将兵を上回る人数の探偵を雇用しており、オハイオ州は準軍事組織、または 民兵として雇われかねないという恐れから、同社を非合法にしたほどである。19世紀後半の職場闘争の期間、実業家たちは、ストライキ及び、組合員と目される人物を監視するスパイとして、あるいはスト破りのために、ピンカートン探偵者を雇っていた。1877年の鉄道スト、イリノイ州、ミッシガン州、ニューヨーク、 ペンシルベニア州の炭鉱、鉄鉱、材木ストに関わった。1850年代、大統領選挙に立候補していた、エイブラハム・リンカーンの暗殺計画を未然に防ぎ、有名となったアランピン・カートンが、シカゴの弁護士、エドワード・ラッカーと共に、ノース・ウエスタン・ポリス・エージェンシーを設立した。この会社が後に、 ピンカートン探偵者として知られるようになる。歴史家のフランク・モーンはこう述べている。1850年代までに少数の実業家が雇用者をより厳しく監視する必要性を感じていた。その解決策が私立探偵のシステムを支援することだった。1855年2月、アラン・ピンカートンは中西部の6社の鉄道会社と相談の上、シカゴに このような探偵者を創設した。リンカーンは南北戦争期間中、ピンカートンの部下の探偵たちを身辺警護に雇っていた。なお、リンカーン暗殺時には、ピンカートンではなく、アメリカ陸軍が警護に当たっていた。1871年、連邦議会は新設された司法省に連邦法を侵害した罪人の発見と起訴を専門とした。 補助部門を組織するために5万ドルを計上した。しかし、ちゃんとした捜査部署を作るには、この額では不十分で、司法省はその仕事をピンカートン探偵者に下請けに出すことにした。しかし、1893年、連邦議会は政府がスト破りをできないようにするための反ピンカートン法を可決した。以下のように規定される。ピンカートン探偵者、 または、それに類似する組織に雇用された個人を、アメリカ合衆国政府、または、コロンビア特別区政府は雇用してはならない。モリー・マグワイアズに潜入したジェームズ・マクパーランド1870年代、フィラデルフィアレディング鉄道社長のフランクリン・ b ガウエンは、会社が経営するペンシルベニア州ポッツビルの炭鉱の、労働組合の内部事情を調べるため、 ピンカートン探偵者を雇った。探偵、ジェームズ・マクパーランドは、ジェームズ・マッケンナという偽名を使って、秘密結社、モリー・マグワイアズに潜入し、組織を瓦解させた。アーサー・コナンドイルは、この事件から着想を得て、シャーロック・ホームズシリーズの恐怖の谷を書いた。同じく、ホームズシリーズの赤い輪でも、ピンカートン探偵者の探偵が、小さな役で登場している。 ピンカートン探偵者の仕事における最も悪名高い例が1892年にペンシルベニア州のカーネギー鉄鋼会社で起こったホームステッドストライキである。当時スコットランドにいて不在だった鉄鋼王アンドリュー・カーネギーに代わってヘンリー・クレイ・フリックが計画したスト破りを実行するためにピンカートン探偵者が雇われた。 ホームステッドストライキは143日間も続いていた。1892年7月6日、成功書を選挙したストライキの現場に、ニューヨークとシカゴからピンカートン探偵社の探偵が300人到着した。探偵たちは労働者たちに発砲し、死者10人、負傷者数百名の大惨事となった。治安を回復するために、ペンシルベニア州知事は、 周辺ニコ旅団を出動させた。アイダホ警察に逮捕された、ハリー・オーチャードことアルバート・ホーズリーは、マクパーランドに、アイダホ州知事、フランクス・スチューネンバーグを暗殺したと供述し、連邦裁判で、終身刑を宣告された。ピンカートン探偵者は、西部のアウトローたちの追跡のためにも雇われた。ジェシー・ジェームズ、レノ兄弟、ワイルド・バンチなどである。 元社員の GH ティールがミズーリ州セントルイスでティール探偵社を設立した。ティール探偵社はアメリカ合衆国カナダ、メキシコで営業しピンカートンのライバルとなった。労働組合との対立のためピンカートンという言葉は労働組合、組合委員、ストヤブリのイメージが絶えずまとわりつくことになった。しかし1937年 ラフォレット委員会によってその実態が暴かれたことで、労働スパイの事業から撤退した。また、犯罪捜査の事業も、連邦捜査局の発足や、捜査支局及び、捜査能力の充実といった、警察組織の近代化の影響に頭打ちになった。数十年間会社の繁盛を支えてきた二つの主要事業を失って、ピンカートン探偵者は、残る。 新編警護の事業に打ち込むしかなくなった。そして1960年代には、とうとう会社の名前から、探偵という言葉が消されてしまった。1999年、ピンカートン社は、スウェーデンの警備会社、セキュリタス AB に買収され、2003年7月には、長年の商売的ウィリアム・ジェイ・バーンズ探偵社と、統合され、世界でも、 有数の大警備会社になった。ワールドアソシエーション・オブ・デテクティブ世界探偵協会に所属している。1892年の流行下にこんな歌詞のものがある。哀れな孤児の悲しい話を聞いてくれ。親父がピンカートンの奴らに殺されちまったんだとさ。他には以下のようなものがある。フォーナー、エリック、ジョン・アーサー・ガロティ、エズ・ザ・リーダーズ・コンパニオン2 アメリカンヒストリーフォートン・ミッフリン・ブックス八百842 ISBN 0から395513723ロビンソンチャールズ・エム・アメリカン・フロンティア・ローマン1850から1930オスプレイ・パブリッシング ISBN 1から841765759 p 六63ホーランジェームズ・デビッド ハワード・スイゲート、ザ・ピンカートン・ストーリー、パットネム、p 2 0 2モーン、フランク、ザ・アイザット・ネバー・スリープス、イヒストリー・オブ・ザ・ピンカートン・ナショナル・デテクティブ、エージェンシー、ブルーミング・テン、インディアナ・ユニバーシティ・プレス、P18、ISBN0 から253320860、チャーチル。ワード、フロム・ザ・ピンカーテンズ・ツー・ザ・パトリオット・アクト。 The Trajectory of Political Paris Sing, in the United States, 1870s The, プレゼント .The New Centennial Review 4, 1から72オリジナルの2009年10月26日時点におけるアーカイブ。 https://www.webcitation.org/.goknrqanwd url="http://www.geocities.com/.travbailey/.index.html5uscode3108". パブリックロー八十九から五百五十四、八十スタッド、四百十六 ch、二百八、二十七スタッド、五百九十一、ザ・ US コート・オブ・アピールズ・フォー・ザ・フィフス・サーキット、inUS、エクスレル、ワインバーガー・ブイ・エキファクツ、五百五十七 F－D、四百五十六、サート、デナイド、四百三十四 US、千三十五。 ヘルドザットザパーパスオブザークトザレジスレイティブヒストリーリビールザットアンオーガニゼーションワズシミラースーザ・ピンカートンディテクティブエージェンシーオンリーフィットオファードフォーハイアーマーセナリークワジミリタリーフォーセスワズストリークブレイカーズアンドアームドガーズイットハードザセクアリーエフェクトオブデタリングエニアザーオーガニゼーションフロムプロバイディングサッチサービスレストイットビーブランデッドエー シミラー・オーガニゼーション、557F2D アット462、c オー l s o g a デシジョン B-298370B-298490、ブライアン・ X ・スコット。2009年3月23日閲覧。ウィリアムズ、デビッド・リカルド、コールイン・ピン・カートン、S、アメリカン・ディテクティブズ・アット・ワーク・フォー・カマダ、トロント。 ダンダン・プレス、isbn－i から五十五万二十三から零六からサン・モーン、フランク。ザ・アイ・ザット・ネバー・スリープス、エイヒストリー・オブ・ザ・ピン・カートン・ナショナル・デテクティブ、エージェンシー、ブルーミングテン、インディアナ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、百八十八から百八十九、isbn－a から二五三三二零八六零。モーン。フランク、ザ・アイ・ザット・ネバー・スリープス。 エイヒストリーオブザピンカートンナショナルデテクティブ、エージェンシー、ブルーミングテンインディアナ・ユニバーシティ・プレス P192 ISBN 0-253320860 Powers リチャード・ギドブロークンザ・トラブルド・パストアンサーティンフューチャー・オブ・ザ・ FBI サイモン・シュスター P44 ISBN 0-684833719 ありがとうございます。